面白いサイト、怖い怖い嫌だ、それは絶対嫌だ。あの私が見たいサイトがあって、なんか言ってはいけないと思うんですけど、ブス、ブスって言っちゃいけないの。あの世間から見て美人と ブスと言われる人がいるじゃないですか。そのブスだけを取り扱ったなんていうの、ヘアサロンに見せるときにブスが美人を見せたらなんかってなるからで、だからブスはブスの写真を使えみたいなことでそういうのがあるんですよ。っていうのがあって、どうなってないですけど、でここに今あるんですよ、これ。ブサヘアとは、ヘアカタログに掲載されているモデルはみんな美男美女。ブサイクだと美容院で注文するときに写真を見せづらい。そこでブサイクしか載っていないヘアカタログを使うことによって注文のハードルを下げてきて、だと。はい、一応モヒカン2ブロック、ナチュラルショート、ワイルドショート、タバカン2ブロックショート、あで女子のものも男子のものを見たいと思うのでね、そうでしょ。まず見て気になったものを見ましょう。じゃあ、裏若き18歳の時、国民的なブスを決めるテレビ企画に勝手に応募され、8000人の中から選ばれ、全国ネットで晒された。ブサイクエピソード、この前飛行機に乗ったら気圧での関係なのか普段より目が離れてきた。だからこの方が飛行機に乗ったら気圧のせいかわからんけど目が離れたっていう。ごめんなさい、本当に。これ、かわいくない？普通にかわいくない？それより下だよ。この方より下。監督から映像を練習してるとき、ああ本当にこの子目が離れてんだなって思ったとしみじみ言われるだそうです。はい、トロ
グッドボタン、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。